と笑って母姉妹。ねえ妹。何お姉ちゃん。今日さ、私の友達とリモート茶会するから。リビングでゴロゴロしたいのに。じゃあ始めるから、あんたゴロゴロしてるの映るよ。まだゆっくりしたいよ。こんにちは。なんか変な色した歯の人たちだね。歯じゃないの、この人たちは。色も形も違うでしょ。このアニメに出てくるキャラ全員歯じゃないの？勝手に決めないで。いろんなキャラがいるんです。じゃあ一体何なの？自己紹介がまだだったね。体を作る元になる栄養、レッドくん。エネルギーの元になる栄養、イエローちゃん。体の調子を整える元になる栄養、グリーンくん。3人合わせて栄養3兄弟。特撮でも始まった？始まってないよ。栄養3兄弟が挨拶しただけ。栄養さんたちってことは分かったけど、どうしてお姉ちゃんと友達になったの？それはね、栄養についてお話ししてたらハートがぴったり合っちゃったのよ。そうそう、歯はもちろん体を健康に保つには栄養が大事。この3人が掲げる栄養のスローガンが素敵だったの。栄養さん、サウンドって知ってるかい？ごめんなさい、勉強不足で。それは一体何？説明しよう。栄養酸サウンドとは、毎日いろんなものを食べて元気で長生きするためのスローガンである。また特撮でも始まった？始まってないよ。こういうノリで喋っちゃうだけ。スローガンってことは分かったけど、具体的な内容はどんなものなの？サンサンとか言ってるけど。あら、とってもいい質問ね。説明しよう。栄養酸サウンドとは、赤、黄、緑の3色の栄養素が含まれる食品を組み合わせて朝昼晩3食食べることである。主に体を作る元になる赤の栄養素を含む食品は、肉類、魚類、卵類、牛乳、乳製品、大豆、大豆製品。主にエネルギーの元になる黄色の栄養素を含む食品はね、ご飯、パン類、麺類、芋類、油類なのよ。みんな大好きでしょ。主に体の調子を整える元になる緑の栄養素を含む食品は、緑黄色野菜、その他の野菜、キノコ類、果物類。主食、主菜、副菜を取ると、自然に3食が組み合わされてね、栄養素のバランスも取れ、丈夫な体を作れるのである。普通に喋れないの？楽しいからいいでしょ。妹ちゃん、3食揃った食事を楽しく、美味しく、よく噛んで3食食べよう。栄養酸サウンド、理解できたかい？お答えしよう。理解できたのである。栄養3兄弟みたいな喋り方になってるよ。ハハッと笑って母姉妹。